はい、今回は、乃木綱囲碁で、打たれました。芝野虎丸名人対、柯潔九段の一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。芝野さんの黒番ですね。はい、まあ、柯潔九段はね、もう世界戦で優勝が6回も7回もあるね、もう、最強棋士ですね。はい。まあ、今のところ世界一はね、パク・ジョンファン九段か、柯潔九段といったところじゃないでしょうか。はい。この子は1手15秒の3回でしたかね。はい。まあ、ここでね、手を抜くこともいろいろこうやって頑張ることもあるんですけどね。今回は普通に打たれましたね。まあ打ち込み返しというかね。まあ、ここで、この白はですね、まっすぐに受けないっていうのが、結構いいかもしれませんね。まあ、部分的な話だけで言うとね、まあ、どっか打ったとして、こういう手にはこう跳ね返してからこうやってね、このように収まることができますので、そんなになんか弱くないっていうか、結構手を抜いてもどうにかなるという格好をしてます。はい。なので、このように、はい、えぐっていきましたね。そうですね。この変化は、まあ、白も不満ないんでしょうかね、やっぱりね。この手はどう、ここはどうなんでしょうかね。まあ、まあ一応こうやって切れるんですけどね。まあそういう手を見ながらなんか他に打たれちゃうんでしょうかね。ここでもコスミつけて、はい、こうやってね、まあ地に辛い進行を選びましたね。まあ、ここあんまり打ち込む感じもしないので、もう固めちゃおうという。まあ、それから受けてこなかったのでね、打ち込みました。跳ね継いで、まあ、地を稼ぎながらさばくような調子ですね。この手なんかも筋がいいですね。例えば、黒はこう備えましたけど、このように例えば打つと、こんな感じで打つと、まあこういうのが効いてしまうと、この切りがね、成立してしまいます。はい。ですから、ちょっとここ強く打てないっていう感じですね。なので、つけまして、ここに伸びきったと。白は明るい態度ですね。そうですね、ここを押したくもなるんですけど、伸びてから、それからこうやる。これだとどうだったんでしょうかね。こうやって、こうやって。このような別れとなりました。まあ黒も、まあこれで収まれば
なかなかでしょうかね。いくらとしたらしょうがない気もします。うん。でもまあ形勢自体はね、白が結構実利稼いでますんで、白はちょっといいのかなって感じですかね。黒は、まあほぼ取りかけに行きましたね。うん、非常に際どいと思うんですけどね、しのぐのも。これは、こちらを捨ててこちらでね、さばきに出ましたね。いや、相当複雑ですけど、まあ結果的にはこれを捨てて、黒を生還したと。この飛車はもうこことここで行きましたね。うん、これで地合いの勝負ですけど、そうですね、これ振り替わりになりましたね。うん、こっちも大きいですけど。これが取られました。そうですね、これはここ入れなきゃ、ここなんか備えてたら、これは特に手はなんか備えていたら、これは別に死んでますもんね。なんだったんでしょうかね。うん、ちょっとわかんないな。うん、これだと何かが取られそうですね。うん、これが取られましたので、こっちの方が大きい気がしましたけどね、ここ。まあ、ここ手はないと思うので。ああ、まあ、こうになりましたか。ああ、一応ね、まあここまで入り込むことができましたね。うん。ああ、そっかそっか、これってまだあれなんですね。これで2手ヨセコみたいなのが残ってるんですね。そっかそっか。ああ、ここで投了となりました。うん、ちょっと2手ヨセコもあるので、ということですね。ちょっと、さすがにね、ちょっと内容が濃い碁でね、はい、なかなか解説もできないんですけど、うん。いや、でも、やっぱりうまくしのぐものですね、白は。はい、まあ、非常に見応えのある一局だったと思います。はい、じゃあこの辺りで、終わりにしたいと思います。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。